原光孝や番は、東海ラジオ放送で月金曜の早朝に放送していたラジオ番組、2014年9月29日放送開始。2010年4月から4年半にわたって、平日早朝ワイド枠で放送されてきた、原石和シモルゲンが、2014年10月の秋改編に伴い放送を終了。それに代わって、同じ東海ラジオアナウンサーである、 原光隆がニュース、天気予報、海の天気などのいろいろな情報を音楽と共に送るワイド番組。原は2017年9月29日までの後続番組となる矢野清読みの朝は矢野流ではアシスタントとして、そして同年10月2日からの矢野清読みの朝は矢野流の同じ時間枠の後番組となった小島和弘モーニングッド。では、 ニュースデスクとして出演。番組ホームページは存在しないが、原のブログにて番組内容が記載されることがあった。2018年10月の開閉により、新たな平日早朝帯のワイド番組として、アヒルとヨゾを今日もよろしくが放送を開始することに、伴い、9月28日をもって放送を終了した。平日6時7時放送終了時点。放送終了時点。 東海ラジオ秋の改変情報、東海ラジオホームページ2018年9月14日。この場合、矢野流で放送されているコーナーの名前を変え、ほぼ同様の内容で放送されることもある。例として、もしもし、矢野ですけど、もしもし、ヤスビルですけど、など。恐竜その299、矢野清美の朝は、矢野流2016年8月31日。 ありがとうございます。